メディアフロンティアには、いくつかの分科会があります、えー。DM 専門店ラブレーターズ、インターネット放送局、NPO 地域創生機構、えー、交通広告 IoT 宣言、看板デザイン工房、新聞広告 IoT 宣言、オンライン展示会、プリントカフェ、クリエイターズカフェ、えー、まだあのいくつかの分科会が エントリーが今来てますけど、一つの分科会は、今30人ぐらいを一つのパッケージにしてます。それは、Zoom での打ち合わせが必要な時があるわけですけど、たくさんの人数だったら、もう動画を撮影して送りつけておけば、それで済んでしまうわけですね。やはり、みんなで意見交換をしたいときにはあ、10人。 もしくは20人ぐらいがいいかと思いますので、30人ぐらいが一つの分科会だと思います。ただ、DM 専門店、ラブレターズはあー、応募者が多いので、えー、分科会1、2、3と、えー、人数が増えたらあ、いくつかの分科会にまた分かれるようなことも考えています、えー。メディアフロンティア、全国の印刷会社が、 あ成功事例もしくはお客様からの依頼されたことで何かいいヒントが欲しいときにはその30人の仲間の中で情報交換ができたらと考えてメディアフロンティアの分科会を用意しておりますこれは3人リーダーとサブリーダー2人揃えばあ本部が許可できたものはあ分科会が開催できるように 私たちは考えております旅の友というのも今名前が挙がってますが、まあ、今はコロナでなかなか旅館とか宿泊施設も厳しい中ですがどうやったら集客できるかというアイデアがそこにはたくさん今たまってきてますのでこれも相晩分科会として立ち上がるのではないかと考えております。